五郎さん。何ですか。あの夏が夏真っ只中なので、うん、今日は怪談話のテーマなんです、うん、こちらですね、ジョン・エヴァレット・ミレーの塔の王子たち、はい、ロンドン塔の幽霊が出るという、もうだって世界一有名なホーンテッドマンションですから、ロンドン塔は。この2人の王子の霊が出ると言われてるよね、はい、あのお二人のことを私は全然知らないんですけれども。ああそうなんだ、はい、うん、これ王子なんだよ、これ2人、2人とも王子、王子、異業の死を遂げてしまった、異業の死を遂げたと言われてるんですよ、うん、ちょっとね調べてみたら衝撃の事実が判明したんで。そうなんですね、うん、まあ、これよくその塔の王子たち、プリンセス・イン・ザ・タワーと言われるんだよ、はい、2人の王子って言うんだけど、この時点でこっちお兄さんはもう実は王様なんだよ、この幼さでですか、この幼さで。これジョン・エヴァレット・ミレーの、まあ、塔の王子たちっていう作品、ミレーは覚えてるよね、オフィリア書いたラファエル前派の、はいはい、だけど自分はアカデミー会員になっちゃってラファエル前派裏切って偉くなってって、で師匠のジョン・ラスキンの奥さんと結婚しちゃってっていう、あのミレーですよ、はい、でも子供を可愛く描くのがうまい、あのミレーですよ。でこの二人は世界史でバラ戦争ってあったの覚えてるか。覚えていません。いないか。イギリスでプランタジネット朝の後にそれぞれの支流のヨーク家とランカスター家っていうのが大い争いを、はい、でそのランカスター家の、まあ、ヘンリー6世を廃してヨーク朝を開いた、ヨーク家の王様になったエドワード4世っていう、この人の2人の息子なんだよ。でお兄さんと弟で、お兄さんのエドワードと弟のリチャード。お兄さんは文化系、詩とか文学が好きでちょっと体が弱い。弟は体育会系、スポーツとかが得意で陽気。どっちが好き？あなたはどちら？あるあるな2タイプ、はい、じゃあ弟にします。弟、はい、まあ、残念なことにですね、2人とももうすでに決まった相手がいるんですよ。あら残念。このお兄さんの方はですね、もうすでにですね、ブルターニュ校の、まあ、公女のアンヌっていう、アンヌ・ド・ブルターニュっていうこの人と婚約済みです。お兄さんこれいくつぐらい、この時12歳、はい、婚約済み。ところがこの人死んじゃったと言われてるから結婚できなくて、この人はその後フランス王妃になった人なんですけどね。だから婚約者ありです。はい。で瓜谷さんの好きな弟の方に至ってはですね、なんとこの時点で既婚者です。既婚者です。弟さんはおいくつ。弟さんは、3歳下だから、まあ、この頃9歳ですけども、すで、はあ、に4歳の時に結婚しています。できるんですか法律上。はい、4歳の時に。こちら奥さんは5歳。いやいや、ママごと。はい、もう、ま、ママごとなんです。もう完全な政略結婚なんですけどね。このノーフォーク女伯爵アンヌ・ド・モーブレ、この時点でこの人女伯爵、遺産を相続しちゃって、莫大な資産家だったんですよこの人。ちょっとドヤ顔です。既婚者なんですよこの人。まあ、だからそれぞれまあ決まったお相手もいたわけですよ。はい、まあ、2人ともね婚約者もいて、こっちにいた結婚もしてて、でお父さん亡くなりました、エドワード4世で。お兄さんの方がその後を継いでエドワード5世になりました。この時点でエドワード5世なんですよこの人は。王様なんです、ね、王様なんですよ。ところが、まあ、これがエドワード5世になったんですけども、若いからっていうんで、このエドワード4世の弟、まあ、この2人にとっておじさんだね、グロスター公爵っていう人がいて、その人がまあ摂政として後見人になったんだけど、これが野心家でこの2人を迎えに来ましたって言って、そのままロンドン島に幽閉しちゃった。で幽閉しちゃって、この2人のお母さん、エドワード4世がこの2人のお母さんと結婚した時点で、
前の奥さんとの離婚が成立してないと、うん、故にこの2人は正式な王子ではないと、私生児であると、王位継承権はないと。一応この時点ではこの人が王様で、この人が王位継承者なわけだから、なんでこの2人に王位継承権はないっつって、だったら王様の弟のわしが王になるべきだって言って、この子の戴冠式をやる前に自分が王様になっちゃった。それが有名なグロスター公ギチャード3世なんですよ。この方が、この方なんですよ。この方がこの2人をここに閉じ込めて、で、まあ、自分が王様になっちゃって、こいつは邪魔だから生かしておくとためにならないからと言って、まあ腹心に命じてこのロンドン島に幽閉したまま、まあ、暗殺したんじゃないかと言われているわけですよ。へー。でこのリチャード3世っていうのは、まあ、王位についたんだけれども、そんなごちゃごちゃやってるじゃない。でそのほらバラ戦争のさ、相手のランカスター家いたでしょ。ランカスター家の流れのヘンリー7世っていうのがフランスに逃げてたんだよ。うん、ね、でフランスに逃げてて、もうごっちゃガタガタしてると、今だっつって攻め込んでくるわけですよ。うん、それで最終的にこの人はヘンリー7世との戦いで、ボズワースの戦いっていうので戦死しちゃうんだよね。それでヘンリー7世は、まあ、そのランカスター家の流れから出た人なんだけども、ヨーク家のこの2人の王子のお姉さんと結婚して、でそのことでヨークランカスターヨー家がしたっていうんで、バラ戦争は一応終結する。うん、でそのヘンリー7世が開いたのがチューダー朝ってやつなんだよ。チューダー朝というと、はい、ウィダイも一度は時計が好きだったから、チューダーというブランドがあるのは知ってるだろう。ごめんなさい、知らないか。はい、ロレックスのディフュージョンブランドと言われて人気があったり、そのチューダーの時計のマークになってるのがチューダーローズっていうやつで、チューダー朝の象徴のチューダーのバラっていうのがあるんだよ。でそれはさ、まあ、豆知識なんだけど、チューダーローズってさ、チューダーの時計だけ見てるとさ分かんないんだけど、正式にはこういう色してるわけ。でそれはさ、バラ戦争っていうのがヨーク家とランカスター家が赤バラと白バラのこう象徴で戦ってたわけだよ。これが統合しましたっていうんで、赤バラと白バラを統合した。この赤と白がついてるのが正しいチューダーローズなんだよね。まあそんなことで一応一件落着したという話なんですけどもね。まあ、この話自体はですね、この王子たちがこれ1483年にこう閉じ込められて亡くなったと言われてるんだけど、まあその30年後の1513年にヘンリー8世の時の大法官だったトマス・モアっていう人がリチャード3世史っていう歴史を書いて、その中でもこの王子たちのことを書いてるわけだよ。で何よりもそのさらに80年ぐらい後、あのシェイクスピアが悲劇リチャード3世というのを書いて、この王子の話出てくるわけですよ。それでもう有名になったわけですよね。このリチャード3世によると、むごたらしい血みどろの仕事が終わった、こんなかわいそうなおぞましい殺しは未だかってこの国では犯されたことがない、悔いても悔やみきれぬ、この虐殺のために俺が雇った2人はライトンとフォレストという名打ての悪党、血に飢えた犬畜生のくせに子供の可愛らしさを見てふぬけになり、胸を熱くして同情し、王子らの悲しい死に様を涙して子供みたいに泣き上がった。あ、でもうそんなこともあったから、この二人の王子のね、霊がロンドン島を夜な夜なさまようという話はもうシェイクスピアの時代から散々語り継がれて、もう数えきれないほど多くの小説やノンフィクションの題材になってんで、このプリンセス・イン・タワーをテーマにした小説とかノンフィクションのリストってあるけど、はい、もう本当に数えきれないほどあるんだよ。でまあその悲劇の王子っていうことで、でちょっとこうイケメンに描かれたりしてっていうこともあるんだけども、まあもう一つはその舞台がロンドン島だったっていうね、その世界一有名なホーンテッドマンション、ロンドン島だったっていうことも
この物語に語り継がれる理由の一つなんじゃないかと思うわけですよ。ロンドン島ってそういう場所なんですか？おロンドン島、よく見る写真これですよね。これじゃないですか？ウリタニさん見たのこれじゃ、違うもん見てましたか？ロンドン島ってあの時計台ビッグベンのこと皆さんロンドン島というと、はい、この姿を思い出すと思うんですけども、こう真ん中にあるのここでホワイトタワーっていうやつ、うん、で外側から見、まあ、こんな感じなんだけど、ロンドン島まあまあでかいんですよ。えでここがホワイトタワーで、その周りにこうバーッとこう壁があって、うん、ここぐらい広いんだよ。でこれもともとは1066年にあのノルマンコンケストっていうのがあったと思うんだけど、ノルマンディー公ギオームっていうのがイギリスに攻めてきて、イギリスの王様のウィリアム1世になった。うーんだよ、ノルマンディー公ウィリアムが要塞として建てたわけだよ、はい、それが元になって、それがこ あのホワイトタワーで、その後こう拡張してこんぐらい広いこういう城壁になったわけですよ。でロンドン島というと我が国の有名な文学作品があるでしょ。ロンドン島という夏目漱石が書いてます、夏目漱石のロンドン島というでタイトルで、はい、小説がありますけれども、漱石はだからロンドンに留学してた時にロンドン島行ったんですよ。でも留学してすぐぐらいの時に、まだおのぼりさんの時に行ったんですよ。おそらく1900年の終わりか1901年の最初なんですよ。多分20世紀っていう言葉が何度も出てくるから1901年になってからだと思うんだけれども、おのぼりさんになってね、地図片手にね、道を聞きながらロンドン島を訪ねたっていう、そういう話なんですよ。で漱石はロンドン島の歴史は英国の歴史を先日埋めたものである、古代の一辺が現代に漂いきたれりとも見るべきはロンドン島である、ここだけがとにかく昔だと、20世紀を軽蔑するように立っているのがロンドン島である。すごいですね、うん、でこのロンドン島ってロンドンの旧市街の一番東の端に立ってんで、こうテムズ川にして、そうなんですね、この辺もいわゆるイーストエンドっていう下町なんで、あの切り裂きジャック事件とかがあった下町なんで、こっちがだからこの横がいわゆるシティ、ザ・シティなんで、ロンドンの金融が。で漱石の時代もね、ロンドン島の古さと周りの鉄道とかができて栄えていくロンドンとの対比がすごいっていうのを盛んに言ってんだけど、今はそれどころじゃねえんだよ。今もうこんな感じなんだよ。うわーすごい。ほらシティもこんなことになっちゃってんだよ。もう発展しまくってますね、うん、であとなんかこっち側にもなんかすごい塔立ってるよな、三角形の。その間にもロンドン島だけがいつまでも中世のままでこう立ってるという。確かにこういうこの古さがまたそのホーンテッド感を醸し出すわけですよ。そういうロンドン島なんですけどね、これ正式名称はヒズマジェスティーズロイヤルパレス&フォートレスなんだよ、はい、パレス&フォートレス、つまり王宮にして要塞なんだよ。だからこれは王宮でもあったんだよ。うだから非常に守りは厳重なんですよ、ここ。そうですね、王宮にして要塞だから、うんうんうん、非常に守りが厳重ということは大事なものをしまっとくのに向いてるだろう、はい、だからここで観光に行ってみんなが見るものの一つがこういうやつなんだよ。王冠、うん、いわゆる大英帝国王冠。うーん、そしてここで大英帝国王爵。この2つはなんで有名でしょう。なんで映画とかですか。まあ映画とかでも有名なんだけれども。あーダイヤモンド、はい、すごいサイズですね。すごいサイズ。これは少し前までは世界最大と言われたカリナン1っていう。あーそうなんですね。ダイヤなんですよ。だって 530.2 カラット530.2 カラット、うん、カリナンって何ですか。カリナンってのはカリナン鉱山から出たんだよ。あ鉱山、アフリカの、うん、カリナン鉱山から出た、取れた
巨大なダイヤをいくつかにカットした。でこっちについてるのがカーリナンツで 317.4 カラット、イギリスの国力の象徴みたいな。国力の象徴、こんなのがロンドン島のジュエルハウスっていうところにありますよ。へえ、今もですか。今もあの王室で使ってない時はありますよ。その他もいろいろ一般公開されてる。一般公開されて、俺見たもん。あ、そうですか。で、まあ、要塞であり王宮であるところのロンドン島を守ってる人たちがこの人たちなんですよ。見たことある？どっかで見たことないか、これ。なんかちょっとイメージと違いますけど、よくロンドンで兵士が交代する。それ全然違うよ。それこういう帽子かぶってるだろ。関係ないですか。バッキンガムの、はい、バッキンガムの衛兵でしょ、はい、衛兵はこういう高い帽子かぶってるんじゃん。確かに、これは初めて見ました、ね、これ初めて見た、はい、これはジンが好きな人だったら絶対見たことがあるんだよね。この人たちの通称ビーフイーターって言うんだよ。でイギリスの陣でビーフイーターっていう陣があって、そのラベルにこの人たちの絵が描いてあるよ。この人たち、まあ、俗にビーフイーターと呼ばれるんだけども、はい、正しくはヨーマンウォードラーっていうの、ヨーマンの守衛たちっていう。ヨーマンっていうのはこれ世界史でやったと思うんだけど、イギリスの独立自衛農民のことなんだよ。独立自衛農民ってことは、だから割と裕福な農民なんだよ。地主なんで、地主、地方の地主たち、はい、地方の地主が名誉職でこのロンドン島とか王室の警護を買って出るっていう制度があって、だこのもう王様直属のある種の近衛兵的な王様親衛隊みたいな人たちなんだよ、うん、この人たち軍隊とも警察とも別で、はい、国王直属の人たちなんだよ。名誉な、ね、名誉職なんだよ、うん、なんかこんな面白い服着てる。ヨーマンウォードラーっていう人たちなんだけども、通称ビーフイーター。なんでビーフイーター、牛食いというかっていうので、はい、そういう諸説があって、なんか昔は給料を現物支給で牛肉が支給されてたからだっていう説もあったりするんだけど、この人たちががっつり守っておりますよ。すごくおしゃれですね、うん、まあ、そのぐらい守りが厳重で、守りが厳重だから、さっきも言ったようにその宝石とか保管しておくにもいいけども、守りが厳重ということはだな、他にもいろいろ適することがあるよね。幽閉したり、そうなんだ。特に要人、要人を閉じ込めておくのには最適な場所なんだよ。逃げられない、要人を見張っとくって。だから古くからここはその要人の監禁場所に使われてたんだよ。だからいろんな反逆者の中でも特に身分の高い人がここに入れられたんだよ。でここテムズ川のここのところに門があるだろう、はい、ここからこう運び込まれた。だからここはトレーターズゲート、つまり反逆者の門。漱石は逆賊門って訳してるけどな、はい、うん、ここからこう夜こっそりここに送り込まれて幽閉されたりしてたんだよ。でも古くからそれに使われてて、一番こう古く残ってる絵の記録ではこれなんだけどね。これがロンドンと、今とはちょっとてっぺんの形がこのホワイトタワー。だからホワイトタワーってことで昔は真っ白だったんだよ。ですね、うん、ここにこう閉じ込められてるのはシャルル・ドルレアンなんだよ。フランスのオルレアン公なんだよ。バダ戦争の前に100年戦争っていうのがあっただろ、フランスとイギリスの戦争、はいはい、あの時にこのフランスのオルレアン公が捕虜になっちゃってここに閉じ込められてたんだよ。オルレアン公もここに幽閉されてたっていうぐらい、もう要人の幽閉といえばロンドン島だったわけですよ。で当然そうなるとただ幽閉しとくだけじゃなくって、うん、処刑も行われますわな、うん、でしょうね。だからね、こんな首切りの斧とか展示されてますよ。あと拷問具とかも展示されてますよ。そうなんですね、はい、でこの斧といえば斧、はい、有名な絵がありますね。この、おお、
ありますね、斧。首を置く台、ちょっと違う。あ、これもう舞台が。これレディー・ジェーン・グレイの処刑。ジェーン・グレイもロンドン島に幽閉されてた。で、これドラ同士の有名な絵なんだけど、これ室内で処刑されたことになってんだけど、はい、意外に処刑って外でやってんだよね。意外に中で殺されてる人はそんなに多くないんだよ。こういう処刑が行われた、そういう場所なんですよ。だから当然幽霊が出るわけですよ。処刑を行われた人たちは大概その権力争いで殺されてますから。で、有名な幽霊としてはアンブーリン、ヘンリー8世の奥さん、首のない女が歩いてるっていうのはアンブーリンって言われるんだよね。首がなくて歩いてたり、自分の首持って歩いてたりするから、アンブーリンは。だからこの王子とかね、まあ、こういう話が出てくるわけですよ。納得です、うん、だから夏目漱石はね、人の血、人の肉、人の罪が結晶して馬、車、汽車の中に取り残されたるはロンドン島である。そういう場所なわけですよ。で、これまたそのホラー気分を盛り上げるのに一役買ってんのが有名なロンドン島のカラスなんだよね。大ガラス、この子たち5羽とか7羽とか、はい、ロンドン島にいるんだよ。あ、本物ですか？本物、でかいカラス、渡りガラスだからでかいよ。ロンドン島のカラスが滅ぶと、イギリスが滅ぶという伝説があるために、ロンドン島用のカラスが養殖されてるんだよ。で、いなくならないようにいつもスペアが用意されて、で、なんかね、風切り羽切って飛べないようにしてるっていうのは逃げないようにね、習ったんだけど、最近なんかそれ動物愛護の精神に反するみたいなことを非難されたらしくて、ロンドン島のさ、公式のホームページ、今回のために見たらさ、ロンドン島のカラスは飛べますっていうのをものすごく、ものすごく訴えてんだよ。実際飛んで逃げたこともありますってさ、そんな自慢にもならないことをさ、ロンドン島のカラスはね、羽を切って飛べなくしてるんじゃなくってね、餌付けをしてロンドン島に置いてるんですみたいなことを盛んに言ってたけ ど、でもちょっと切ってるっぽいよ。まあ、とにかくこのカラスをね、飼ってるので、ロンドン島のカラスが滅ぶと国が滅ぶって言ったのが誰か問題っていうのがあるんだよ。はい、で、日本語のウィキペディアとか見ると、これチャールズ2世の時なんだよね、王様ね。チャールズ2世がロンドン島カラスが増えてね、うざいからね、駆除しようとしたら、あの先制術師がね、ロンドン島のカラスがあれしたら国が滅びますって予言したからやめたみたいな話があるんだけども、で、その先制術師って言われてるの誰かっていうとさ、ジョン・フラムスティードなんだよ。有名な人、有名な天文学者なんだよ。で、確かにその時代って天文学者と先制術師の区別ないんだよ。で、王室には必ずロイヤル・アストロノーマーっていう王室好き天文学者っていうのがいるんだよ。で、チャールズ2世の時の王室好き天文学者はジョン・フラムスティードなんだよ。で、だから王様が駆除しようとして、フラムスティードがそうしたら国が滅ぶからやめましょうって言って残したという説と、いや、それ逆だと、うん、で、当時天文台はロンドン島にあったわけだよ。で、フラムスティードが望遠鏡で観察してる時、カラスがバタバタ飛んで邪魔だと、で、王様カラスなんとかしてくださいとフラムスティードが言った時に、チャールズ2世の方から、いや、いかんと、ロンドン島のカラスが滅ぶと、国が滅ぶと、で、観測に邪魔ならね、新しい天文台を作ってやろうって言ってグリニッジ天文台ができた。1675年に。で、確かにジョン・フラムスティードが初代グリニッジ天文台長なんだよ。だから、もし後者の話の方が本当だったとしたら、この子たちのおかげでグリニッジ天文台ができたっていう。うわ、本当ですね。一役買ってるかもしれない。まあ、でもね、これが、これ今晴れた日にあれしてるから、なんとなく可愛く見えるんだけど、はい、ロンドンの冬とかの、あの、もう死にたくなるような低い空の暗い時にこいつらがガーガーって言ってるとホラーだよ。不吉な感じしますね。不吉な感じ満載ですよ。まあ、そんなこんなで、ここは世界一有名なホーンテッドマンションと言われ、の首のないアンブリンだとか、この2人の王子たちとかが歩き回るという伝説が
生まれたわけですよ。なるほど。じゃあこの子たちはこの広いロンドン島のどこに閉じ込められてたのか。どこでしょう。これ塔がいっぱいあるんで、それね、松目漱石も同じこと言ってるから、塔というは単に名のみで、実は幾多の櫓から成り立つ大きな地城であるって。あ、この真ん中のは塔じゃないと、うんうん、昔は高かったからタワーって言ったんだよ。でこれは櫓だと、櫓がいっぱい並んでる城だと、これは、漱石も言って、で九段の優秀館がいっぱい並んでると思えば間違いないだろうって。優秀館って日本の靖国神社のところにあるんだよ。今の優秀館全然違うからあれだったんだけど、調べてみたら昔明治時代の九段の優秀館って確かにちょっとこんな感じの建物だったよ。まあそれはどうでもいいんだけど、ここじゃないんだよ。そこっぽいなって思っちゃいますけどね。ここっぽいんだけど違うんだよ。この逆賊門入ってすぐのここなんで、ここ。塔がありますね。ちょっと塔っぽいのあるでしょ。はい。うん。ここに閉じ込められてたんだよ。でここ、この塔。塔ってほど高くないんだけどね、ここ。そうですね。うん。これブラッディタワーという。いやー。漱石は血塔って訳して血の塔って。まんまです、ね。ブラッディタワーって。でここがね、ちょっと見にくいんだけど、これいい写真がなくて。絵があったんだよ。ここの通り道こうなってんだよ。うーん。でここになんかさ、すげえ鉄格子がついてる、鉄のものが ありますね。ガーンって降りてくるみたいな。でこれがまたそのなんかブラッディなイメージを出してるんだけれども、これ本来はそうじゃなくて、これは水門だったんだよ。ここ内水門だったんだよ。あ、これ水路だった。うん、水路だったんだよ。ここにそのトレーターズゲートがあるだろう。そこから水で入ってきて、ここを越えて中に入る。だから何かあった時にこれガシャンって、だから下こんな、ただの水門のこの建物だったんだけど、これはブラッディタワーと呼ばれるようになったのは、この王子たちのがここで殺されたという伝説からそう呼ばれるようになったっていうんだけどね。じゃあこの中の部屋がどんな感じだったかって、もういかにもすごい牢獄って感じじゃん。はい。だけど同じここに幽閉されたウォルター・ローリーっていう人がいるんだよ。その人はエリザベス一世がすごく可愛がった軍人であり探検家だった人なんだけど、ウォルター・ローリーが幽閉されてた部屋っていうのがあるんだよ。それ今見学できるんだよ。こんな感じなんだよ。一通りのもん揃ってんだよ。だからまあ監獄生活とはいえ、それなりの暮らしができるような、そういう状態になってるわけ。そんなひどい状態でもない。何しろ要人を閉じ込めるところだからね。それなりの暮らしができるようになってるわけさ。で王子たちもこんなちゃんとしたベッドがあって暮らしてたわけですよ。これはあのレディ・ジェーン・グレンの処刑書いたのと同じポール・ドラ・ローシュの作品なんですよ。で漱石のロンドン島ではブラッディタワーに行った時にこの亡霊を見るんですよ。この根台の端に二人の小児が見えてきた。二人ともカラスの翼を欺くほどの黒き上着を着ているが、色がきらめて白いので一段と目立つ。髪の色、目の色、さては眉根鼻つきから衣装の末に至るまで二人ともほとんど同じように見えるのは兄弟だからであろう。まるでこの絵なんだよ。本当ですね。うん、でちゃんと漱石はこのロンドン島の最後の方でドラローシュの絵を参考にしとるちゃんと言って、まさにこれなんですよ。だから漱石はこの絵も見てたんですよ。こんな感じで、ちょっとほら漱石はそこ書いてないんだけど、兄は外気にしてますよね。見てますね。暗殺者が来たんじゃないですよ。で兄以上に気がついてる子はワンちゃん。そうです、犬が。うわ、そういう絵なんですか。でしょ、これ犬がワンワンワンって言ったでしょ。これ言ってますね。でそこへ来たかもしれない。だけど実際は寝てる時に来たと言われてるんだよ。でこんな感じだったと言われてるんだよ。これはあのヒルデブラントっていう人が描いた絵なんだけども、
そのさっきシェイクスピアのリチャード3世に出てきたティレルっていうのが2人のならず者を雇ってその仕事をさせたって言って、でこの2人はあのリチャード3世にも書いた時に寝てる時を襲ったって、でこれ枕持ってるだろ、はい、寝てる時このいわゆる枕を押し付けて窒息させるという方法で殺したと。でそーっとね遺体をどっかに片付けちゃったというふうに言われてるわけですよ。でそれを証明するかのようにですよ、1674年だからまあ王子たちが殺されて190年ぐらい経ってから、このホワイトタワーの改修工事をやってた時に階段の下から2人の小さな子供の骨の入った箱が見つかったんですよ。そうなんですね。その2人の子供の骨が入った小箱が見つかったですよ。これホワイトタワーの階段こんな感じなんだよ。この階段の下の地下3メートルから出てきたんだって。これ似てるだろう。あ、本当だ。だから多分ミレーはここの階段の下から出たのはもう1674の大昔だから、それ踏まえてここにこう立たせたんじゃないかと思うんだけれども、でこれはもう王子たちの骨に違いないっていう。だけどなんか他の動物の骨とかもあったり、あと全部骨がなかった、一体一体の骨が足りてない。だけど少なくとも2人分の骨はあるし、10歳前後ぐらいの子たちの骨だって。であの例のカラスを殺すなって言ったチャールズ2世がこれはちゃんと埋葬せないかんって言うんで、ウェストミンスター寺院のなんでか知らないけどヘンリー7世の墓のヘンリー7世礼拝堂の壁、うん、ここに骨壺作って鉛の骨壺にその2人の遺骨入れて仁王寺の墓になってんだよ、うん、壁のとこ、うん、一応ここにエドワード5世とその弟ヨーク・リチャード眠るとなってるわけですよ、うん、なってんだけど、その後1789年に今度今もイギリスの王様住んでるウィンザー城、ウィンザー城の中に聖ジョージ教会っていうのがあるんだよね。でそこにこの子たちの父親のエドワード4世と王妃の墓がある、地下に地下墓地が、うん、でもう封印されてた地下墓地なんだけど、工事してる時に開けちゃったら横に小さなあまた地下墓地があって、子供の遺体が2つ入った棺桶があった。でそれはこの子たちのよりも先に亡くなっちゃったお兄さんとお姉さんの墓だという記録があった。あ、はい、で、あ、そうですねっていうことでまた封印しちゃったんだよ。ところがそのお兄さんお姉さんの遺骨は他の場所から出てきちゃったんだよ。ただあそこで入ってたの誰やねんみたいなのになって、この子たちじゃないかみたいなことになって、もう一回開けてくださいっていう請願があったりしたんだけど、まあそのまま封印済みなんだよね。へで1674年に見つかって、今ここの骨壺に入ってる骨の DNA 鑑定した方がいいんじゃないですかとか、のウィンザー城の方ももう一回開けて骨出してみた方がいいんじゃないですかみたいな話はまあ折に触れ出てくると。はあ、そうですか。まあそんな感じになってるわけです、はい、だけどいずれにせよですね、もう300年以上もの間この子たちはリチャード3世によって殺された前提でみんな話をしてるわけですよ、はい、でいろんなノンフィクションとかもじゃあ実際に手を下したのは誰かみたいなことがいろいろ言われてるわけだよ、うん、ところが、うん、なんと、はい、去年の11月、あ、最近王子たち殺されてなかった証拠が出てきちゃったんですよ。証拠ですか？証拠が出てきちゃったんですよ。そのことについて述べた本、もう今イギリスで大変な話題になってるのが The Princess in the Tower、ね、Solving History's Greatest Cold Case、 歴史上最大の迷宮入り事件解決で、問題はこの著者フィリッパ・ラングレーっていう人なんだけど、この人はですねやっぱりイギリスって面白くて、
リチャード3世って悪者じゃん、もうシェイクスピアの劇やなんか見ても。で悪者だから、まあ、最後そのヘンリー7世に愛されて戦死するんだよ。で歴代の歴史上のイギリスの王様で戦死した人って3人しかいないんだよ、うん、で最後の戦死したのがリチャード3世なんだよ。悪いことしたから非業の死を遂げたっていう話になってるんだけども、リチャード3世悪くないって言ってる人たちがいるんだよ。うん、日本でもいるだろう、明智光秀実は悪くないとか、石田三成の名誉回復とか、はいはい、そういう人たちがイギリスにもいて、リチャード3世悪くない説を言っている人たちをリカーディアンって言うんだよ。リカーディアンっていう人たちがいて、でリチャード3世教会っていうのを作ってるんだよ。そこの非常に有力なメンバーの、まあ、歴史ライターの人なんだけれども、この人は何で有名かというとですね、2012年にイギリスのレスターっていうところの市役所の駐車場からリチャード3世の骨を発掘したんですよ。あ、この方が、この人が、骨がどこにあるか分かってなかったんですか。分かってなかった。ボズワースの戦いでリチャード3世負けたでしょ、うん、だから川にそのまま捨てられたとか、その辺に放られたとか、いろんな説があったんだよ。だけどさすがにそんなことはしないだろうっつんで、戦場の近くにあった修道院のところに葬られたんじゃないかと。じゃあその修道院の跡地今何になってるかって言ったら市役所になってて、でそれしかも駐車場の場所怪しいと、駐車場なら掘れるっていうんで自腹で、自腹で掘ったら出てきたんですよ。ほいで、ね、そこのレスター大学でいろんな解剖学の人とか、あと DNA 鑑定も行って間違いないってことになったの、それでシェイクスピアのリチャード3世ってさ、リチャード3世って自分の容姿が醜いんだよね。でそれで世の中に恨みを抱いてっていう、まあ、シェイクスピアの登場人物のよくありがちなあれなんだけど、実際にこの人と言われていたように脊柱側弯症だったっていうことも、この骨が出てきたことによって分かったの。だそういう大実績のある人が言い始めたことだから、これは無視できんということになってるわけですよ。なるほど、うん、でこの骨を見つけてね、見つけた勢いを買ってね、このフィリッパ・ラングリエとリチャード3世教会の面々は2015年にですね、ミッシングプリンセスプロジェクトっていうのを立ち上げたんですよ。もう見つける気満々、満々なんですよ。ミッシングプリンセスプロジェクトで立ち上げて、インターネットで世界中の歴史学者に呼びかけて、でついに2020年オランダのヘルダーランド古文書館というところの研究者が、大変なもん見つけちゃいましたって出してきた。まあこれみたいなね、これ俺読もうと思ったけど読めないわ、これ昔の筆記体はなんですけど、これによるとですね、はい、少なくともですよ、1497年の12月時点でエドワード5世が生きてる、エドワード5世に仕えて一緒に何をしますみたいなことが書いてあるんだけど、それが1497年の12月なんだよ。亡くなったのが1483年と言われてるね。へー、その14年後にも生きてることになりますね、うん、というのが出てきたと。でもう他にもどんどん資料が集まって、それを全部を総合すると、お兄さんの方のエドワード5世はやっぱりロンドン島から逃れてる、で一回チャンネル諸島にまで逃げてると、はい、そこからアイルランド行ったり、あと大陸のブルゴーニュに渡ったりとか、各地を逃げながら王座奪還をずっと狙ってたと。それでヘンリー7世になった後も、リンカーン博っていうのがまたヨーク家の再興を考えて、ヘンリー7世に一回ストークフィールドの戦いっていうのを挑むんだよ、うん、だけどまあ結局負けるんだけど、その時にこいつは参戦してたんじゃないかと。で弟のリチャードの方、この二人はだけどロンドン島が出た後どうも離れ離れになってると。でリチャードの方はテッセル島っていう島に一回逃げてると。でその後またヨーロッパ戻ってきて、やっぱりこのヨーク家再興のためにあちこちこう応援してくださいって言って回ってた節があると。だ少なくともこの2人は1483年に
ロンドン島で死んではおらんと、どうするっていうことなんですよ。殺されてないんだったら、幽霊出るわけねえだろうって話なんですよそうですよね。もうみんなその前提でやっちゃってるわけですよ。ミレーだってさ、ここよく見るとさ、階段のここのところにさ、人の影が映ってんだよね。なんかね、ってこういう感じで降りてくるやつの影がうっすら映ってんだよ。だからこう不安そうにしてるじゃん、はい、だもうみんな殺される前提で絵も描いちゃってるし、話もしちゃってんだよ。どうしてくれるんだって話じゃん。いや本当ですよ。順番としてはこのドラドーシのこれが一番古くて1830年、でその5年後にこのヒルデブラントのこれがあって、これはだいぶ後の作品なんだけど、もうみんな書いた人も亡くなってるから書き直せないよどうしましょうっていうことだよね、はい、そうやっぱりこの亡くなってた派の人たちは、だからあのウェストミンスターにある遺骨の DNA 鑑定してみてくださいよが出てくるわけですよ。でウィンザー城に眠ってるあの正体不明の遺骨やってくださいよが出てくるわけですよ。そりゃそうですよね、うん、ウィンザー城の方はね、エリザベス2世がずっと反対してたんだって。そんな墓暴きなんかするもんじゃないっつって。だけど今度のチャールズ3世はわりかしやってくれそうな感じ。あ、じゃあまあこっちは骨があるから、まあ、向こうもだけど DNA 鑑定やって違うとなれば晴れて生きてたっていうこと。わー、割と溶けそうですね、もうすぐ。すごいですよ、リチャード三世教会すごいですよ。すごいよこの人たちの執念。そうですね、もしそうだったら、うん、誰かがリチャード三世が殺したことにした方が都合がいいよかった。そうなのよ、ですか、ね、それがまさにこの人たちが、リチャード三世教会の皆さんが主張しているのはそれなんですよ。リチャード三世教会の人がね、主張しているのはね、1483年のね、夏から秋にかけて、ね、それまでは王子たちの姿をロンドン島で見たという記録があるんだよ、うん、で、それ以降夏ぐらいから見なくなったって書かれている記録もあるんだよ、うん、そこまでだと。殺されたっていうことに関して何ら公的な記録も、まあ、私のあれもないと、噂しかないと。でその噂誰が流したか、どうもヘンリー7世だって言うんだよ、うん、リチャード3世を倒して王様になったヘンリー7世が、はい、リチャード3世は悪いやつだったっていう、その噂を流していると。でトマス・モアにしてもシェイクスピアにしてもみんなチューダー朝の人じゃないかと。徳川幕府のになってからね、明智光秀とかのことあんまりよく言わないのと同じじゃないかみたいな、その姿勢なんですよ、リカーディアンの人たちっていうのは。証拠がない以上死んだとは限らないって、リチャード3世がそんなことしたとは限らんじゃないか。うん、なるほど。強力ですよこのリカーディアンの皆さん。そうですね、みんな自腹でやってますからね。そこがすごいよね、イギリスね。日本のあの明智光秀悪くないを言ってる人たちも頑張んないとね負けちゃう。あと信長本能寺で死んでないっていう人たちもでプロジェクトは引き続き、じゃあ2人が最終的にいつどこで死んだのかを突き止めるまでプロジェクトは続けますって。五郎さん、1個疑問が、何、もし DNA 鑑定で骨が誰だったかが分かったとしても、うん、兄弟だったとしても、うん、殺されたかっていうのまではわからないかもしれない。病死かどうかってこと？はい。まあ、わかんない可能性はあるよね。この人らは生きて脱出してるって言ってんだから、うん、その証拠があるって言うんだから、うん、こっちの方が、あ、説としては有力になるんですね、うんうんうん、そうか。いや、ってか、その病死にせよ暗殺にせよ死んでたとしたら、こっちが間違いってことになるんだ。ロンドン島で死んでたらこの手紙はありえないわけだろ。あ、そういうことか。うん、うーん、確かに、うんうん、
今おっしゃった内容が、うん、いろんなところから資料がいろんなだからもう世界中短期間で、うん、短期間でもないけどな2015年からやってるからもう10年近くやってんだよ。でも今までは分かってなかったんですよね。今までこんなの誰も見ないからだよ。あ、そうなんですね。世の中にはチェックされてない古文書みたいなのが山のようにあるんだよ。ああ、じゃあそれをいちいち読み直してったらいろいろ発見。いろいろ発見。ちなみに我が国のなんて多分それめちゃくちゃ多いと思うよ。そうですか。だってまあ例えばよ、東京国立博物館にさ何があるかさ全部分かってないんだぞ。へー。いわゆる失海調査というものが、はい、まだ終わってないんだぞ東博って。へー。それだけたくさんあるんですね。あるのとそれだけ人手が足りないんだよ。だから少なくともウェストミンスター寺院にある骨は割とすぐ出せると思うんだよこれ。ですね、うんうん、こっちはやるんじゃないかな。うーん、気になります。でもこれもそうするとここどうすんねん問題が出てくるんだけどね。そうですね、発覚違う人かもしれない違う王子じゃねえじゃんみたいな、ここ埋めなきゃみたいないろいろ問題は大きいわけですよこれ。でもやりそうですね、うん、イギリスはやりそうですよこれは来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。そんな感じで実はいなかったかもしれないロンドン塔の幽霊、うん、というお話でした。